皆さんこんにちは、助産師のしおりぬです。性の話をもっと気軽にオープンにというテーマでいつも動画をお届けしているんですけれども、今日はですね、皆さんに一つイベントのお知らせをさせていただけたらと思ってこうして動画を撮っております。普段から私はですね、こういった YouTube を通して動画でお話をさせていただいたりだとか、あとはまあ小中高校といろんな学校にお呼ばれをして、保健体育の授業なんかで皆さんに性教育の授業をさせていただいたり、あとはいろんなイベントに呼んでいただいて性教育の講師としてお話をさせていただくような機会がたくさんあるんですけれども、まあ、こうしてですね、人前でおしゃべりをすることを仕事にさせていただいていると、結構いろんな方からどうやったらいろんな人に楽しんでいただけるようなお話ができますかとか、どうやったら分かりやすい授業ってできますかとか、いろんなおしゃべりに関する質問をいただくことが増えてきたんですね。で、実は私今までにもこうやっておしゃべりをするっていうことに関しては結構いろいろな経験をしてきていたりして、例えば高校生の時にはですね、私お笑いコンビを組んでいまして、当時の高校の同級生と、高校生の M1 ってよく言われるようなハイスクール漫才っていう高校生のお笑いの大会に出場して、なんとこう関東の準決勝まで行かせていただいたりとかしてたりですね、あとは大学生の間の4年間はずっと塾の先生をしていたので、まあ、子供さんたちに何かを教えるっていうこともとっても好きですし、あとは子供写真館ってわかりますか？よくね、アンパンマンとかを持って、ほらこっちだよみたいな感じで、あの子供さんをあやしながら、笑顔になった瞬間の写真を収めるっていうような、子供写真館のカメラマンなんかもしていた時期がありますので、結構こう人前でお話をしたり、人に笑ってもらったりっていうことがとっても好きでですね、っていうような経験もあったりするんですね。で、助産師として病院で働き始めてからも、もちろん出産の介助だったりとか、生まれた後の赤ちゃんのお世話だったり、お母さんの授乳のお手伝いだったり、そういうお仕事もとってもとっても好きだったんですけど、中でも私が助産師の仕事の中でダントツで好きなものがあってですね、それが母親学級だったんです。母親学級とか両親学級とか、まあ、いろんな呼び方があると思うんですけど、これから出産を迎えようとしているお母さんだったり、そのご家族の方だったりに、まあ、出産に向けて準備をする必要があるものだとか、まあ、この心構えだとか、まあ、周囲の方のサポートのことだとか、まあ、知っておいていただきたい知識や情報っていうのをお伝えするようなクラスっていうのがありまして、もう私の病院では大体ね、一度に30人から50人くらいのお母さんやご家族がずらっと集まってくださって、そこでこうマイクを持ってね、お話をするっていうのが助産師の仕事の一つとしてあったんですけど、結構他のスタッフの皆さんはですね、いやもう大勢の前で喋るの緊張するし、そういったね、母親学級とか担当するよりは日々の病院の仕事を取り組んでいた方が全然気持ちが楽だって言ってるスタッフの方多かったんですけど、私その母親学級めちゃくちゃ好きでもうなんて言うんでしょうね、普通に話したら堅苦しくなりがちな、ただのインフォメーションというか、あのただ情報を伝えるだけになりがちな時間をいかに楽しく面白く、来てよかったなって思ってもらえるような時間にできるかみたいなことにですね、なんだか生きがいを感じてしまっていてですね、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、私はめちゃめちゃおしゃべりが好きっていうことなんですよまあ、なので、そんな風にこういろんな方からですね、おしゃべりについていろんなポイントとか、伝え方のコツとか教えてほしいですよって声がいただけるのはとっても嬉しいので、今回ですね、そんな形で私が皆さんにおしゃべりのコツをお教えするっていう講座を開催することにいたしました。イエーイ。まあ、題してしおりぬのおしゃべり講座ということでやってみようかなと思っているんですけれども、まあ、いかんせんこういったことは初めての試みでですね、性の情報をお伝えするよとか、まあ、性に関してお話ししましょうみたいなイベントは何回もやったことがあるんですけど、こういったあのプレゼンテーションとかね、おしゃべりの仕方をお教えしますっていう講座は私自身も初めて開催するので、ちょっと緊張してたりするんですけれども、皆さんに楽しんでいただける会にしたいなと思っておりますので、ぜひご参加いただけたら嬉しいと思っています。で、イベントの詳細としては、日にちが5月の26日日曜日でですね、時間が15時からだいたい1時間半程度予定しております。場所は渋谷とかですね、まあ、都内近郊で予定をしているんです。
んですけれども、まだ会場が決まっていないので、決まり次第すぐに参加者の皆さんにはお伝えをしていこうと思っています。イベントの内容としては、前半私の方からですね、まあ講義というかお話をさせていただく時間とさせてもらって、お話の仕方のことだとか話の組み立て方ですとか、あとは聞いてくださる人が分かりやすい資料の作り方とかですね、そのプレゼンテーションだったり授業だったり、そういったものを取り組む上で気をつけていただきたいポイント、取り入れるといいんじゃないかなと思うようなコツっていうのをお話ししていきます。で、後半はですね、まあ、参加者の人数の方にもよるかなと思うんですけれども、まあ、来ていただいた方にぜひ、まあ、何かしらお話をしていただいて、で、まあ、それについて偉そうで恐縮なんですけど、まあ、こんなところをもうちょっと良くしたら、より良くなりますよとかですね、ちょっとこう助言をさせていただいたりとかするような時間も作れたらいいかなというふうに思っています。まあ、あんまり人が多すぎても良くないのかなと思ったりするので、だいたい20人くらい集まったらもう締め切りにしようかなと思っていますので、興味があるなと思っていただいた方はぜひ、概要欄の方にですね、 Facebook のイベントページを貼っ付けていますので、そちらの方から申し込みをポチッと押してもらえたらと思います。 Facebook のアカウントがないぞという方は Twitter の私のアカウントの方からダイレクトメールでお問い合わせをいただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。どんな方に参加してほしいかなっていうとですね、学校の先生だったりとか、すでにこう性教育の講演会とかを、ね、やられたことがあるような方で、まあ、もっとこう自分のおしゃべりをブラッシュアップしたいなって思ってる方や、あとはね、私と同じように、助産師でですね、母親学級とか担当してる方とか、ぜひ参加してほしいです。より皆さんに興味を持ってもらえる楽しい母親学級を作りたいぞって思ってるような助産師さんとか、まあ、医療職の方とかももちろん歓迎ですし、まあ、そうじゃなくっても、例えば私がやってたような塾の先生だったりとかも、同じような YouTuber の方とか、おしゃべりをすることをこれから仕事にしていきたいよとか、今もすでに仕事にしているよとかいう方ですね、まあ、おしゃべりの仕方っていうのを、もっともっといろんな人のやり方を見て自分の力を伸ばしていきたいぞみたいに思ってらっしゃる方がいらしたらですね、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思っています。まあ、そんなに堅苦しい会にするつもりはないので、緊張もしなくて大丈夫ですし、自分は特に人前でお話とかしたくないけど、こう皆さんがやってるところを見たいなとか、私の講義の部分聞きたいなとか、そういった形での参加ももちろん歓迎ですので、あんまり気負わずに気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。はい、ということで、今回は私が開催する5月26日のイベントですね、シオリーヌのおしゃべり講座についてご案内の動画を撮らせていただきました。ここまで見ていただいてありがとうございます。皆さんのご参加お待ちしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。